しし座さんこんにちはまゆですしし座さんの今ここで、えー、このタイミングでなんか届くべく必要なメッセージみたいなのを一緒に見,見ていきたいと思います噛んでますはいえー、っと使用するデッキは感情楽ですねハンドメイドハートメイドの44枚のうちこういったね2枚これともう1枚ね2枚あのじゃないものを含まれているんですがこの中からこの一言みたいなねこの えー、一文字この漢字っていうねでこれがタロットさんはヘブンアースタロットさんですめちゃくちゃ美麗なですね美しいもう映画の中にタロットの世界に入っちゃったかしらみたいなすごいリアルな感じがね得られるよっと。 で、えっ、ー、と、メッセージというか、まあ、現状したりとか、こういう方向でみたいな時に、あの、すごく相性のいいですね。エルキーちゃんですね。こちらのオラクル。はい。と、えー、スピリットアニマルさんですね。じゃじゃん。こんなアニマルさんからメッセージをもらったりしております。で、ラストで、エンジェルウィッシーさん。はい。とってもね、シンプルだけどね、パワフルなメッセージをくれたりします。さあ 早速、えー、っと、獅子座さんの今を見ていきましょう。見ていくというかね、今の、ちょっとわちゃわちゃしてきちゃったか、いえっと、今、さあ、スタートはね、どんな感じで表されるんでしょう、なんかこう、メッセージとかあ、ごめんなさい、テラスの動画、<laughs> バーテンあ、これですか なんか絶妙ですね。これじゃないはいはいここはいじゃあこれじゃんお風風今ね風がちょっとねザーってざーって,ざーってあのとってもねいつもは鳥の鳴き声がめっちゃ入ってくるんですけど今日はね風がよく鳴いてるんですよねすごい。 何でしょうね風今の子しし座さん,しさんのねもともとのエレメントは火なのでおこれで風だったらすごいって感じでしたけどね、はい、火のエネルギーを持った子座さん風という単語というかねワードがパワーワードみたいに今感じましたけどドーンって入ってきましたじゃあうーんその心は的に聞くあ現状をエルキーちゃんが見せるということで今の。 獅子座さん、今のここ、今、ここに意識を持ってきていただいて、えー、っとその獅子座さんを感じているのか、えー、表してくれるエルキーちゃんが出てきてくれると思うんですが、出ます <laughs> 上からと、お違うな、ちょっと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 多すぎて。 い,いろんなこう自分が入り混じってたりするんですかねなんかこう自分の中でのなんか会合というかね自分の中でのやんやんやんやがあったりあ二2枚出てきたなんかちょっと絞っても2枚みたいな感じですかねおーおーなんかこんな一面が今あるんでしょうかはいシーフウィスプルスのコン,コンシアちゃんかなコンシアちゃんが出てきてくれました最初にねぺろっとこう顔を見せて あの出てきてくれたのはこっちですね。ささやいてる。シーフーウ secrets c o n f e s s コンフ s c o n ン i コンフィデントコンフィ n ンテって書いてあるコンフィダンテコンフィデントじゃなくてコンフィダンテって来てるのは意図的なのかしら <laughs> こうなんかこう。 内緒なことがあるというかうん何か相当コンフィデントの女性系まあ確かに確かにい、e、いで終わってるとそうですよね女性系。はいともう一人出てきたのはアイリスちゃんですねアイリスち,ゃんちょっとまあ感覚で読んでますけど r a フ・グランツ・ウィッシなんか願いを叶えるアイリスちゃんですけどウィッシュ desires hope これちょっと意図を今ねあのどこ行ったいったエルキーちゃんはいちょっとじゃあ一緒に拝見していきましょうエルキーちゃんのコンシアちゃんの糸はい This card reveals that all of us have secrets. It may be time to release yours now if they have become a うんなるほど A burden if you are concerned. はい。はい。Uh, if they have become a burden, if you are concerned about being judged, look into your own heart first for compassion. Sometimes we convince ourselves that our secrets are uniquely deep and dark. When we Expose them to the、light. We may discover to others with the same light. may with fears なるほどそれでコンフィダンテが来てるんですね今あの、まあ「ささやく」って出てるんですけどその「シーフウィスプス」何かこう秘めたまあ思いというかね秘めた思いとか何かこうこういうふうに なんか思いがぐる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 回っちゃってるものとかでも口に出せないこととかうん何かパッとこうものとか人とか何かあの現象とかを見てあの、まあ、いわゆる正直に言えないとか喉のチャクラのあたりとかね何かその辺あの詰まってるとは言わないけど。 うん何かちょっとこう抑制されれているのかもしれないですねここに「カンフィダント」ってきてるのがそのなんだろうなえっとまあえっとそのこう心に秘めていた思いとか考えとかうん本当の自分はま,あまさにだと思うんですけど見せようと思って見せてこなかった自分とかえっと とそういう部分をそういうい部分を抱え込みすぎてしまってもう何ていうんですかとお抑え込みすぎてしまってそれがしんどくなってきてたりしますっていうふうにこの子が言ってるみたいなんですよね。でそのコンフェッションあこの告白とかついにねこの、まあ、伝えるとかね何かこう対象に人がいるのであればその人に対して「本当はね」っていうふうに言ってみるとか。 例えば発信すするででもそうですよね別に特定じゃなくても不特定の方に対して SNS とかでこんな自分こんなことが好きな自分こんなことを思っていた自分っていうね何かこう,うん社会的にとか常識的にとかではなくてご自身がご自身の価値観を大事にしてあげることで解放できるご自身があの実は今んだろうな出てきたがっているというかね。 で、ね、ものすごくねこのね何だろうな何だろうめちゃくちゃこうゴージャスなねなんかギ,ギラギラしてないんだけどこう花があるもうまさに花があるっていう感じのねコンシュアちゃんですけどこう本来隠していたの才能とか能力とかもこれに入るんじゃないかなと思います。あのー すっごいめちゃくちゃ好きな推しがいるけど言ってこなかったとかね <laughs> なんかそういうのもありこう何かご自身の中ですごいこうご自身を満たしてくれるようなものも含めもしくはその言いたくても言えなかった別にそれがネガティブだろうとポジティブだろうと何かこうとにかく抑えきれなくなってしまった。 えーっと抑えてきたもの <laughs> 抑えてきたけどもう抑え込めなくなったものっていうのを今解放していく時なんじゃないかなとでそれを解放する時はやっぱり勇気や自信が必要になってくるので自分を信じることですよね。そこに例えばご自身があの、うん、一歩進んでみる でそれをする前にもしかしたら周りの人ご自身の鏡であるねあの近い人たちがそれを見せてくれるかもしれないですご自身の心は準備はできていてでも頭が「ゴ」を出さない時とかね女性生はこれしたいって言う時は男性生が「いや」こう言って止めてるとかね何かそういう部分があったら周りがもしかしたら、えっと、それをあの、まあ、代行してくれるというか、ね、代弁してくれるみたいなその代わりに示してくれる時に うわななんんてこの人すごいんだろうなんであのこんな勇気を出してね自信を持ってこんなこと言えるんだろうってすごいなってその、えっと、行動に是非もう感化されちゃってくださいそこからもう勢いでドンってご自身もじゃあ私もみたいなね感じで、えっとまあ、きっかけにしたりとかそういうのに活用してみたらいいんじゃないでしょうかっていうね。 あの感じで見えます、まあ、これ現状を聞いてこれが出てきたのでこのなんでしょうねこのえっと言いたくても言えないことがあるとかね、まあ、ちょっとい言ったあと言ったあとではないっていうふうには入ってくるのでまだこう言う前開示する前自己開示みたいなねこっそり言うよみたいな。<laughs> 誰かかにに大々的に発表しますとかね、ご報告ですとかねしなくてよくてあのご自身の中でご自身の,その中に持っていたものを物資世界に出してみる、ね、それでねすごく大きな一歩になるんじゃないでしょうかっていうふうに言ってますこのコンシアちゃんがね。でもう一枚の方が、えっと、グランツウィッシュズなんです夢を叶える人なんですよね。ただね、この子の子表情が、 Wish, desires, hope. Eh eh eh, I tells you to define what you are. Ah ,なるほど. Hi. What are your wishes? What is your heart's desire? Do not answer too quickly. Hi. Eh, to, Sometimes we wish for a horse when what we truly desire is movement. Your duty to yourself is to dig deeply into your own wants and needs. He, the proverb be careful what you wish for, you may get it. So she who grants wishes requires you to apply discretion before you say what it is you think you want. Alice's goal is not to withhold things from you. She merely hopes you will not waste the gift of a wish today. This card brings work but also fulfillment. Now, hold on. あの本当に欲しいものかどうかを本当にこれって私がめちゃくちゃ心から欲しいものなのかなっていうのを見極めることであの今の岸田さ,さんのね人生において、えっと、よりねご自身の,このなんか満たされた感じとかすごく満足のいく人生の展開っていうのをどん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 ,どん形成していけるそういうメッセージで来てるのでこの子うん。 ご自身の状況を教えてねっていうのはこのこういう今タイミングであって何かこううーん例えばこうなったらいいのになとかって思ってることがバンバンかなってるんですけどその思ってることが例えばですよ例えば社会的とか常識的に。 えと後天的に仕入れてきた志尊さんが仕入れてきた何か、あのー、例えば車って新しくてかっこよくて何か,か話題性があると嬉しいよねとかお金っていっぱいあった方が豊かさ、うん、豊かさ度高いよねとか、えー、と恋人はこういう人がやっぱりいいよねとか。 うん美のなんか美しさの定義ってこうだよね痩せてる方がいい太ってる方がいいとか、えー、となんだろうファッションがどうとかね何かこうご自身が頭でとか、えー、と理論的にとか、えー、周りからの影響を受けて、えー、こういうもんだよねってこう決めてきた。 価値観のもとにこうだといいなああだといいなっていうふうに思ってることが叶っちゃってるので,でそれが、まあ、その思考を現実化するっていうのはそのあの例えばあの何引き寄せの法則もそうですけどご自身の本当に欲しいものだけ綺麗にこうねえー、っと叶っているというよりは、えー、無意識の中で 持っている思い込みとかビリーフとか思考が作ってたりっていう意味ではその全部今体験している空白ってないですよね常にこう現実って今起きていて目の前で展開されるこう、えー、っと上映されているんですよねだからそれがなんかしっくりこないというかうーんって思われている現状が今あるのかなと思います。 あなんて幸せなんだろうとかねなんてこんな豊かなんだろうとか私って最高の人生だなって思えるあのえっと領,領域というかねそのそこへの解像度を高めていくそちらに寄せていくってなると、えー、なんだろうなテクニックというか <laughs> アドバイスというかこの子バンバンこう叶えやすい今状態にいるんですよと今獅子座さんが。 あの例えばそのねあの年年とかえー、っと現実化させる力つまり例えば何て言うのあのハートにより、ね、意識を向けられているとかなんかそのいい方向いい方向というかすごくえー 本当の願いいいを叶いやすす状態ににもも向かってるっててるるう,ふうにも見えるんですよねだからその時にこの表情ねこの子の表情なんですよあの何でもかんでもあの叶えてあげたらあなた喜ぶでしょうみたいな感じじゃなくて慎重にねみたいな私すごいあなたのために全部叶えちゃうから <laughs> 全部ねあなたが思ったこと、えっと、信じてる深いところで信じてることご自身すごい意味深なドアの音入っちゃったかも。 えと何かだからその本当の本当のね全部叶っちゃうそれね叶っちゃうから願い方気をつけてねとか本当の願いを、えー、と自分でちゃんと握っていてねみたいなその流されてこれがいいよねっていうとそれ全部叶っちゃうし、えー、と深いところにあるご自身のね持っている。 信じててるここととととかか周りに言われてきたこととかねそれをベースに作っちゃえるそれをベースに作っちゃってるからあの本当のあなたの叶えたい部分っていうのに耳を澄ませてそこに意識を向けることそこ,へのそこへのアクションをね一個ずつこう起こしていくことこれが本当に好きなんだよとかってそっちの方向へあの心と体を一致させていく言動を一致させていく言ってることやってることを一致させていくと。 そっ,ちにそっちにねシフトしていけるよみたいなふうに言ってますすごいななんか現状見ただけで答え出ちゃった感ちょっとありますがはいえっ、ー、とアニマルさんかな今タロットが呼んでるアニマルさんかなアニマルさん行こうはいじゃあそんなシシ座さんにアニマルスピリットさんたちからのですね一言ちょっと一言のこれちょっと多いこの間もねちょっと多かったちょっと多いコース 多いコースにちょっとこっち絞ってもらっていいですかね今日はなんとなく絞って1枚せめて2枚あたりにあの代表者さんを「<laughs> わあわあ出たくもさん出たー5と6数字をね、あのー、気にされる方は5と6十六もしくは5と6合わせて11ですまあ変容のね11ってとってもいいかもしれません。 くもさん出ました。かっこいい。くモさんね、本物来るとびっくりします。パバタン出ちゃった。失礼しました。本物来るとね、びっくりしますけどね、わーってね。特にあのこっちもね、夏でこう陽気なね天気の時にやっぱりあの外のねテントとかあの何だろう、パラソルのとこにいるとね、つーって降りてくるでわーってびっくりする。つーって来ないで、ね、みたいなね。あの私たちの 腕とかに着地しないでみたいな <laughs> びっくりしますけどびっくりはしますがこの人この人じゃないですねこのクモさんのメッセージとかねーディですまあこっち一緒ですけどね当、まあ、こう紫だしすごすごクラウンチャクラの色ですね一番てっぺんのこう高次元とかねすごくご自身のハイヤーな部分とかとねつながれるような。 ととっても神聖なな部分ののつながりを感じるこの紫ですねすごいなこの子も紫の服着て紫結構ラッキーカラーなのかもしれないですね素敵きくもさんのねこの56六番。えー、っとえー、っと英語だと「make your dreams real」って書いてありますねこのあのあ 願いい方というかねその話今たった今したとこですけどスピリットさんも多分スピリットアニマルさんも「それやねん」っていうねちょっと後押しというか <laughs> 叶えてるのよみたいなもうせっせとせっせとですねあのスピリットアニマルさんたちとかあのもうね予定通り予定予定通りというかそのデザイナーさんというか。 ディ,レクターディレクターさんであるシシザさん人生のねシザさんの人生のディレクターという、ね、監督をされているシシザさんの意思を組んでこの人たちはせっせとですね現実を作ってるんですよね。でそれを見せるサポートもしているしそれがね見えるようにちゃんとね体験できるようにヘッドマインドその頭のね思考の部分もあの働いてくれてると。で 作っっちゃえるんですよって全部 <laughs> 全部思っったことって現実にでできちゃうんですよだから本当に欲しいもの本当に望んでることを言うてくらはいってちょっと最近ね関西弁もともとねあ,のあれなんですよ私関西じゃないんですけど関西の友達が多すぎてですね「すごい関西弁関,関西の人ですか?」って言われるってそんなことないですよっていうね。 嬉しいんですけどね関西の人から言われるとあれれ関西のの人に言わなないのかなあちょっと関西のなんか人今見てくださってるしざざにいらっしゃるかなはいえっと関西大好きです <laughs> 関西の文化で、えー、あ私はあれですよ愛知県なので真ん中の人ですよニュ,ニュートラルって言っていいのかどっちつかずの人って言っていいのやら <laughs> ニュートラし,ておきましょうすごい中立えっと関東側にも関西側にもなれるっていうね <laughs> そうじ独自の文化を持っているというねふっなんかちょっと謎のところ出身ですけどねはい、はい、ちょっとそれちゃいましたが失礼しましたあのー、作っちゃえるんですよっていうね あの願いがこう思ったように言ってないとかあの現状にね例えば不満を感じるとかいやこうじゃないんだよとかこれがなぜうまくいかないとかねなんかそういう部分があったらそれがうまくいかないことが ことを望んでいいるすごい深い部分例えばそれが恐れであったりね例えばお金が入ってきてしまったらじゃあ税金どうなるんだろうとかこんなに儲けちゃったら大変じゃんとか妬まれちゃうじゃんとかねそういうことがあるとその通りに現実をせかせか作ってくるのでじゃあ,あのお金持ちにならないその、えー、金銭的にあのなんかちょっと不満があるような状態がバカバカ叶うとかねなんかそういうふうになっちゃうっていう意味では。 えっとすごくね中を見ていて本当に自分のハートが望んでることなのかなハートが望んでることを頭が認める時って結構ゾクッとね怖ってなっちゃったりする時あるんですそんなことなったらどうすんのとかあのしささんの中でネガティブチームがもうあのなんだろうな大勃発何ていうんですかね一気を起こすみたいなね <laughs> そしてすごいだからいいじゃんこのままでいたらほらいいでしょうみたいなね。 あの可愛くならなくていいじゃん」とか、えー「かっこよくならなくていいじゃんそんな年収上げなくていいじゃんもうここにいなよ」とか言ってねあの <laughs>、えっと、結構パワフルにささやいてそっちのささやきとかねささやかれてしまうみたいな「だよね」とか「だよね」って思いながら、えっと、現状ね本当のご自身の心が満足いかないようなことで満足させようとしてしまうとかねそうするとやっぱちょっと歪んできちゃう。 いうねそこの部分にちょっとなんだろうな勝つ異れいにこうずーっと <laughs> 降りてきましたよみたいなね感じがちょっとありますねだから全部叶えてあげられるし言えてないあげられるしあの全部叶えてあげたいんだよって本当の本当のあなたの願い心から願ってることって何ですかってそれをえー、っと えと口に出すというかね認識してくれたら「よし来た!」っつってね「任しとけーっていう感じでシかカシせカシかカ,カシカってこう作ってくれて「わあありがとうこんな何こんな現実体験できて嬉しい」とか「こんな自分になるって嬉しい」「こんなねなんか会いたい人に会えた」とか「本当に本当に会いたい人に会えた」とか、ね「行きたいとここに本当に行きたかったこういう体験がしたかった」みたいなねそこにフォーカスしていくといいよか。 そうよっていう風に言ってる気がします。じゃあタロットさん出番あるかな？ないよって言ってる。これ。なんかアドバイス的なのいます？今まじゃあ出すか？みたいなね。<laughs> なんかこう？結構綺麗なお話が綺麗にまとまってる感はあるので、あのただね。美麗なんでね。わあ、出たうわ,たうーわー太陽出てる。すごいな。いい。仕事しますね。はい、えっ、ー、と太陽の下からおー。 これはワンドの4。わあ、すごくないえ、すごくない,えすごくないワンドの4に perfected work。すごい、まチュアルワーク。あ、なんかすごいワークワークになってるな。はい、最初、ちょっとこれ美麗ですよね、めちゃくちゃ。うわこのこんなリアルな太陽見,見たことありますこのタロットで。 もう実写ですか実写というとあれですけどねすごいなんかマークいっぱいついてるしこれすごーなんか星座が全員勢揃い,いしてるここすごいっすねそして六芒星みたいな太陽このパワーすごないですかこれすごいでここねあのー、太陽のカードっていつもね子供がバー喜んでる図がありますこんなリアルな子供すごいこの赤ちゃんバランス崩さない。<laughs> すまあね赤ちゃんをねこうなんだろうな具現化してもともとねそん,ななんだろうな,なんだろうこうシンボルとしてね赤ちゃんっていうねこうすごく素直なリアルに捉えるとあれですけどね現実世界の赤ちゃんと一致させてしまった白馬がいますねすごいこの太陽このねバンバンここのね本来のあなた本来の 獅子座さん太陽みたいにもうめちゃくちゃね理想のご自身の人生っていうのをバンバン生きていけるそのエネルギーが今ね多分ね表面化している仕掛けているもしくはしている状態なんだと思いますだからものすごく例えばこうありたいとかこういうふうに生きていきたいとか何かね多分内なるなんかエネルギーみたいなのれてきてるんじゃないですかね。そそれが現実になるんですよその 理想の人生を送ってるわって自分も思うし人からも言われるとかねあのもう最高みたいな風にその,そのレールというかその流れにちゃんと風かその風に慣れてるそのうんと風のような生き方、まあ、風の時代ってこうね先生ちで言われるようなあの本来の軽やかなねご自身のエネルギーっていうのを軽やかでしかも暖かくてあの他もね周りも照らしちゃうしご自身が何よりもね えっと光であるっていうご自身が一番癒されているっていうね状態を今えそうなりつつあるなってらっしゃるなる予定だみたいなね流れに今その風に乗ってるっていう感じがしますだからそこのいやなるんだよとそのエネルギーのえー使い方ですよね。それを手 手なずけているかどうか。どう手けるって言うとあれですけどね言い方はいでその後ろに出てたのが、ね、ワクワクだからあれたくさんね取り組まれてきてるんじゃないかなと思いますもしくはここにこの、えー、っとめちゃくちゃパワフルな、ね、ご自身の持ってるんですよ誰かからもらった力じゃない。ご自身が持ってる力ですよご自身の持ってらっしゃる えっと可能性とかそれこそここにもあったねこの、えー、願い希望とか、えー、じょなんかこう思いとかね、えー、願望えもなんかかなんかもう欲望渇望しているようなね強いパワフルな力みたいなのがあってそれをやっぱ使いこなしていく中にあのやっぱり取り組んでいかなきゃいけない。 ご自身の内面とかね向き合っていくべき何かっていうのをやっぱりこうなんでしょうねその使い方をねもうなんか使いこなしていくためにぜひ,ぜひこう例えばチームワークとかねその専門自分のこれ3の、えー、っとペンタクルだったあそうですね3のペンタクルなのでこう物質世界でご自身が苦手な 分野とかご自身がうんと、まあ、範疇外だとと思われることねご自身の,その、えー、例えば極めてきた道とか好きでずっと続けてきたこととかあの専門職だったりとかねこれが好きってこれをやっているみたいな部分と合わせて自分ご自身があのちょっとなんか苦手スポットみたいな部分とかをねそれを補ってもらえる誰かとチームワークをね取るとか誰かに頼ってみるとかね。 えっと、自分一人で何とかしようって思ってるとそこだけの視野しか見えないそこだけの世界しか見えないご自身の専門職でのここしか見えないんですよでももっと広い視野で見てくれる人とかもっと違う視点で見てくれる人とかってめっちゃいるんですよそばに。ずっとといいててくれてると思いますししさんのそばにねだからそれを、えっと、素直にあの教えてもらっていいですかとか。 こういうふうにやってみたんだけどうまくいかないんですよどうしたらいいですかとかねあのあ、これこうしてみるといいよえみたいな意外にそんなあっけなく答え見つかっちゃったりとか、うん、見つかっちゃったりとかねだからそのこれの流れこの風の流れに乗っちゃうっていうことはえっとバンバンねそれを体験するためにはご自身の、えっと、苦手な分野を誰かに任せてみるとか。 ご自身が、えー、と見ていない視点を持っている人なんかすごく感覚が違う人とかね違う分野の人全然この人たち違うんですよねこの人はここのなんか多分あのいろいろできる設計者なのか何かねだけどもっとこうディレクションができる人もいるだろうしもう全然違うあのなんかあの学問からね見ている人とか。 えーと視点がね全然違う人っていうのも絶対いるはずなのでそういったちょっとね敬遠されてた部分があるかもしれないそこを、えー、取り組まれそこに取り組まれてみるとここのエネルギーっていうのはねバンバン入ってもうこれ画面越しでももうすんごい入ってくるなこの何でしょうねめちゃくちゃパワフルですねはいそしてここにもね最高一番このねこうやって出てきてペロンペロンペロンってこう。 ここにね一番、えー、なんか多分大元の部分なんでしょうね。このバランスですよね。4のワンドです。で、このえー、っと何でしょうね。ここ人工的でもそうなんですけど、なんかこう？これね。4本。4本ね。ここワンドが立ってるんですよで、それってやっぱえー、っと3本1本だとなんかちょっとあのなんだろうなあ。味気ないじゃなくてなんだっけ？あの？ ちょっとおどけないっていう、えっと、なんかこうあの安心して、まあ、もちろん1本太くてねもうブツンってこう、えー、太くてこう安心してね見てられるようなものはいいんですけど細いものがプンって立ってるよりは2本の方が二本のより3本三本よりやっぱり4本まで来ると本当にね家のね例えば家がこう四方でね固められてあの揺るぎない何かになるとかねすごくね土壌をしっかりさせるっていう意味もあると思いますここのね。 今このタイミングのし子ささんに伝わるべく感覚としてはなんかそれがめっっちゃ入ってきますだからお祝いというかねすごくねあの、うん、と一般的なウェイト版のタロットだとここに、ね、人がね「えーみたいな感じで「おめでとう!」みたいな感じで駆けつけてるみたいな部分があるんですけど今回のこの子からのメッセージだとあお祝いのねこのなんかあのなんだっけこういうのアーチみたいなのがねかかってますけどね。 こう例えばお家を建てるとかもそうだしうんと何かこう居場所があるとかね、えー、となんかそういう部分も表してたりするんですがこうなんかこの感覚だとうんと最初のこの取り組んでいかれる上で、えー、基盤の部分ですね。 このさっきの願い事をて叶えて,叶,えて叶っていっちゃうからめちゃくちゃベースの部分を大事にしてねベースの部分に「恐れ」とか「こうなってしまったらどうしよう怖いよだから変わりたくない」とかって思いがあるとそのままこれがベースになってこの,この動きがあってこれがあるこれ,これがどうどっちにこう作,作,なんあの作用していくのかっていうのが決まってきちゃうので。この この力っていうのを、えー、っと,とことんねご自身の本当の心が望むような、えー、使われ方活用の仕方っていうのを作るために土台の部分ですねめちゃくちゃベースの、えー、考え方思考ビリーフみたいな部分に目を向けてみるといいんじゃないかなと思います。まあ、それ一番かかかりやすいいいワークってううののは何かこうねね、えー、願い事とか、ね、あのー やりたいことリストとか多分作ってらっしゃるかもしれないし何かを思い浮かべても一番すごいなんか例えば何か何パートナーが欲しいとかこういう宗になりたいとか何かパッてずっと考えているような、えー、と願いっていうね夢みたいな部分を言ってみたりあのあの筋反みたいに筋肉反射テストみたいに北を向いてあの目を閉じてリラックスしてみたいな。でそれを言ってみると はいそうですの前に行くのかいいえ違います後ろに行くのかとかねなんかそれでチェックできたりもするしこうご自身があの理想のなりたい状態っていうのをイメージしてイメージして自分ご自身の今のね全身に感じられるようにえと今私はそうなっているって言った時にパッてねあのお腹の方からとかねどこからか声が聞こえてくると思うんですよ。その時の 「そんなことないよ」とか「そんなわけないじゃん」とか「そんな自分になれるわけないじゃん」とか、えー、っともしそういう声が聞こえたらここ土台の部分え「なんでそういうふうに思うの?」って聞いてあげたりしてくださいそういうふうにこう何て言うんですかねあの、えっと、願い方に気をつけてねっていうのはそういうとこで。 ちょろっとねそういう風になんか横から横やり入ってくるみたいなねご自身がご自身に入れてる横やりに気づいてあげるそれを多分やってあげるといいんじゃないかなと思いますはいじゃあ最後に結構喋っちゃってますねはいエンジェルさんは二言あるそうですが If in doubt ask for inspiration from above なるほどちょっとこれにもね 通じてる部分かもししれないしこの辺のえー、っとあの抑えてきてるけど抑えられなくなっちゃった思いとか考えとか願いみたいな部分もねこうそんな本当の自分もあるかもしれないですけどちょっとなんか疑心暗鬼になっちゃったりとかどうなんだろうなって思った時にあの、ま「風の時代」っぽくねちょっとこうインスピレーション えー、なんか直感なんとなくのねこの頭じゃ理解できないけどパッて浮かんだアイデアとかねそういうものに全然頼っちゃってみてくださいって「Ask for inspiration from そういうインスピレーション食うださい」って言ってもいいですよって。ますもしねご自身がこうどうなんだろうな本当にできるのかなとか私のこうやりたいことって何だったっけなあれなのかなとかって思った時に。 なんか分か分りやすいいサインくださいってよろしくお願いしますって言うとういって任しとけいみたいな感じでなんかゾロ目とかなんかのこう記事のねなんか一文とかねなんかあの社内広告でも何でもいいんですけど何かね今 YouTube の広告でもいいし何かそういうところからパンって入ってくるねあれみたいなのとか受け取ってみてくださいはい「love will get you through」はいじゃあ何かねあのー まあこれもそうだし自分に自信がなくなっちゃったりとか、えーっとまあ、この、ね、方向例えばご自身を開示していく自己開示していく時とか、あのー、なそんなこと言われたってみたいなふうにね自分の何その土台派みたいなふうになっちゃってもとにかくとにかく丸ごと,、えー、っと無条件の愛っていうのを自分に感じてみてあげてください自分にかけてみてください。全部ねね愛が全て、ね、あのー 愛で全部うまくいくよみたいな全部愛を答えはみたいなね愛と恐れで、えー、っと選択肢をね決めていく毎週毎週いろんな選択肢を選んで世界線をね決めていると思うんですけどその時のベース、えー、っと基準決める選択基準っていうのは愛にしていくと必ずねご自身の本当の心が望むような、えー、っと世界線 現実世界パラレルワールドっていうところをね体験していけるんじゃないかなと思いますさあちょっとしささんめちゃくちゃ一番喋っちゃったいろんないざさんやってたけど必要なメッセージシリーズでめちゃくちゃ喋ってましたけどこの辺でねモリモリありましたが何かお役に立てる部分があったらめちゃくちゃ嬉しいです些細なことでもえぜひえコメント欄でねシェアしてくださるとめっちゃ嬉しいですしえとこう高評価 えー、チャンネル登録もぜひしてくださると超喜びますはいじゃあこんな感じでどっかね役に立つ部分があったら嬉しいですありがとうございましたではでは